小学校3年生社会科応援番組町へ飛び出そう、略して町飛び、町飛び。さあこの番組は全国の小学校3年生を応援する番組です。そして私がその応援団長 J です。今日もよろしく。さあというわけで私たちはこのスタジオから町の調べ方のさまざまなアイデアを皆さんにご紹介していきます。そして実際に街に飛び出すのはこのお二人。君の瞳をキャッチ、あかりです。君の瞳をロックツッチーです。よろしく。さあ早速今日のテーマ参りましょう、はい、こちら、売ります、買います、調べます。さあ売ります、買いますとくれば、うん、今日はお店なんです。お店をチェックしていきます。なるほど。お店を調べるとお店が好きになる、そしてまたもう一つ自分の街が好きになる、うん、というわけで土は土、ちなみにどんなお店が好きなんでしょう。焼肉、肉そればっかり。やっぱりそればっかりでもお店いっぱいあるでしょ。ありますね。本屋さん、美女屋さんいっぱいあります。そう、そのいっぱいお店が集まるところといえば商店街。ビンゴ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 。というわけで今回はあかりちゃんが商店街を調べてきてくれました。よろしく。はい、今回は私が全部調べてきました。行ってきたのはこちら、元気な商店街。 OK。 商店街といえば楽しいですよね。楽しいね。じゃあなんで楽しいかってことを徹底調査してきました。分かりました。行ってきたのはこちらです。どこでしょう。東京の江東区です。江東区、はい、こちらに元気な商店街があったので早速 VTR 商店街。というわけでお邪魔をしたのが東京江東区にある砂町銀座という商店街です。通りは決して広くないんですけど、いつも大勢の人でにぎわっているんです。商店街はこの長い通りに面してきて、ずっと続いていて、数えてみたらなんと180軒ものお店がありました。たくさんあるね。はい、いろんなお店があるんで買い物しないでただ歩いてるだけでも楽しくなっちゃうんですよね。わかるな、ほんとこういうところワクワクするんだよね、うん、見てみて、すごい行列。ほら、あ、ほんとだ。あらららら、みんなこれ並んでるんだ。すごい行列じゃない。あかりちゃん、ここは一体何屋さんなんだろう。ここはお魚屋さんなんです。はい、お刺身にする大きなマグロや鮭なんかを売っているんです。とっても安いので、もうほんと評判のお店で、いつも夕方4時頃には品物が売り切れちゃうんですよ。売れてるね。うん、そしてこちらはにぎわっている八百屋さん。お店の人に聞いてみたら、一つ一つの品物をパックする手間などを省いて、やっぱりなるべく安く売るようにしているんだそうです。なるほどね、だからたくさんの人が集まってくるんだ。あ、こんなのもある。うわー、こんにちは。ひじきも切り干し大根もある。安く売るだけじゃなく工夫をしているお店も見つけました。あ、うまそう、うん、並んでいるのはきんぴらごぼうや大学芋など。 J さん、これはどこで作ってると思います。え、いや、どこだろう、どこどこ、うん、どこで作ってるんですか。これは全部うち、あの、当店自分家で手作りで作ってます。手作りですか、はい、なんと全部手作りなんだそうです。はい、ちょっとお邪魔して作っているところを見せていただきました。お店の中が調理場です。作っているのはご主人の奥さん、この方。毎日20種類もお惣菜を作るそうなので、ご主人のお父さんの代からの味を守っているそうです。うまそう、本当に、うん、お店のお惣菜は地元では人気で、この味でないとと言って毎日買いに来る人もいるんだそうですよ。うわうわ、本当なんか食べたくなってきた、うん、あ、ナスだ、ナス、ナスだ、ナス、ナス、ナス大好き。ナス大好き。そしてもう一つ、J さんに紹介したいお店があるんです。いらっしゃいませ。ここはお米屋さんですか。そうですよ。ここはお米屋さんなんですけど、あれ、お米って普通袋に入ってないでしょ。ここではお米は袋に入れないでそのまま売っているんです。でもそこにはちゃんと理由があったんです。これ全部ね、あの、私が直接農家の人と付き合ってるお米です。安心して召し上がれると。
農家の人から買ってきたお米は玄米と言います。その玄米の薄い皮を取ると私たちの食べる白いお米になるんです。あれ、あかりちゃん、これは何をしてるんだろう。この店ではですね、お客さんが買うときにその場で玄米を白いお米にするという精米という作業をしてくれます。こうして精米したてを食べるのが一番おいしいんだそうです。精米したてを食べるってことは、鮮度がいいってことですよね。精米したてだと、そうすると味がやっぱりいいってこと。安く売ったり美味しさにこだわったりと、どのお店もそれぞれがお客さんのことを考えて工夫をしている。そこが商店街の人気の秘密だったようです。よくわかりました。なるほどね。はい、そう、その商店街の様子をですね、はい、地図にしてみました。さすがあかりちゃん。じゃーん、はい、やるね。おー、綺麗綺麗綺麗。180軒もの、ね、お店があったんですけど、ちょっと書ききれないので、うん、少なめにしてみました。で、黄色いのが食べ物屋さん、うん、で、ピンクがそれ以外のお店なんです。あ、でもやっぱり食べ物屋さん多いね。あ、でもよく見ると、うん、はい、魚屋さんが3つあったり、うん、八百屋さんもたくさん、うん、あ、同じお店がたくさんあるんだね。そうなんです。実際には八百屋さんが7軒、そしてお魚屋さんが5軒もあるんですよ。あれ、でもこれさ、お店の人大変じゃない、うん、大変ですよ。そんな同じお店があるってことは、うん、これいろいろね、頑張って売っていかないと、うんうんうん、ね、でしょ。 VTR にも出てきたように、はい、お惣菜屋さんだったら家庭の味を守ったりですね。なるほど。お米屋さんは精米してあげたり、それぞれがこう特徴はね、そう、工夫があるんです。工夫だ、そこだ、うん、キーワードは工夫。あ、なるほど、工夫。いろいろ考えてるんだね、はい、頑張ってるんです。へえ。そこでですね、はい、今回はですね、私がどんな気持ちでお店の人がお仕事をしているのか調べてきました。今回は深いです。あら、はい、はい、深いですよ、はい、で、私がしてきたのはこちら、はい、あ、ごめんなさい、邪魔でした。密着、お店の一日。え、密着したんだ。はい、あの商店街の中にあったお魚屋さんを密着してきて、どんな気持ちでお仕事してるのか調べてきました。なるほど、ね、はい、なるほど。それでは早速 VTR 密着。はい、こんにちは。こんにちは。わあ、お魚いっぱいあるな。私がお邪魔することにしたのは、とても美味しいと評判のお魚屋さんです。お魚さんですか。はい、あ、こんにちは。今日はお魚屋さんの、はい、一日を見せていただきたいと思って来たんですが、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。毎日お昼過ぎから夕方まで、小川さんの店はお魚を買いに来る人でにぎわいます。でも、この人気の秘密は、どこにあるんでしょう。私は小川さんの一日を追ってみることにしました。次の朝、小川さんと待ち合わせをしたのはなんと朝の6時なんです。うわ、早起きしたんだ。ここは魚市場、日本全国から取れたてのお魚が集まってくるところです。魚がいっぱい、ピカピカ新鮮、うん、小川さんは忙しく市場を回ってお魚を選んでいきます。一番新鮮で美味しい魚を見つけて買っていくんです。あ、だからこんなに朝早くから来るんだね。なるほど。一番乗り、これサンマですよ。おー、でしょ、これすごい綺麗。うわ、でかっ。なんだこれ。でかい。マグロだ、マグロ。持てないの。そして朝7時半、市場で買ったお魚を積んだトラックがお店に到着。これからが小川さんが本当に忙しい時間です。あ、何これ、あかりちゃん、これ何やってんの。これはね、小川さんが魚を切って作り始めたのはお刺身なんですよ。お刺身、うん、ただお店に魚を並べて売るのではなく、お客さんが買いやすいように工夫をしているんです。美味しそうでしょ。うん、パックに入れてくれるんだね。なんかきちんとしてるね、小川さん。うん、ちょっと待って、ちょっと待って、カニだ、カニ、カニ。食べたいカニ。はい、そうなんです。でも大きいカニはお家で料理するのは大変ですよね。なるほどね。だから小川さんはカニの足を切ったり、皮を割ったりもするんです。これはお客さんが食べやすいようにと考えてのことなんですよね。これも工夫だ。うん、なるほど、こうしてくれると買いやすいね。ジェイさん、これ
れが小川さん自慢の売り物の数々です。マーベラス、素晴らしい、綺麗、素晴らしい。わあ、これヒラメ刺身や甘エビ、そしてイカだ。イカ、あ、丸めてるぞ。イカロール、うん、お昼は過ぎるとお客さんが次々とやってきます。お客さんが来てからも小川さんの仕事はまだまだ続きます。口でとろけちゃう、ここは。うん、うん、ありがとう、お母さん。さんま、どうしよう、お母さん。頭取ってお腹出し、お腹出します、お母さん。お腹出しますから。はい。同じお魚でも煮たり焼いたり、お客さんによっては使い方は違います。小川さんはお客さんそれぞれの希望に合わせて、さらに買いやすいように工夫をします。ありがとうございました。お母さん、ありがとうございました。お気をつけて、奥様。なるほどね、お客さん一人一人に気を配ってるんだね。気持ちいい。お魚一番新鮮だし美味しいし、ここだったら小分けにしてあるんでね、ここで買ってます。働いてる人も気持ちがいいでしょ、だからついこっちが足を向くんです。朝6時からもう12時間以上、やっと美味しいお魚を食卓に届け終わりました。その時その時に旬の美味しいお魚がございますね。それをやっぱりお客様に提供できて、魚屋さん美味しかったよ、これが私たちの一番の生きがいです。だからこれからももっともっと工夫を凝らしたり、どうしたらいいか考えて、これからも頑張っていきたいと思います。小川さん素晴らしい。みんなの商店街にも小川さんみたいな人がいるんじゃないかな、ぜひ調べてみてください。私が行った小川さんのところは、お魚を煮たり小分けしたり、お客さんの、ね、ことを考えて工夫してたんですよね。なるほどね、考えてる、うん、どんなにお魚屋さんがいっぱいあっても、うん、もう大丈夫なんです。そのお店ごとに賑わっている理由には、特徴を出してるから大丈夫だったんです。考えてるね、本当に、うん、でも僕たちもさ、お客さんとしてお店行ってすごく優しくしてくれたり、はい、気配りしてくれると気持ちいいもんね、うん、また行きたくなるし、はい、また自慢したくなるし、はい、うちの町にはすげえお魚屋さんがあるぜ、うん、すげえ八百屋さんがあるぜ、来いよって感じ、気持ちよくなるね、はい、だからみんなどんどん飛び出て、はい、町調べやってきてほしいです、うん、お便りコーナー。東京都の八王子市立二部方小学校から地図を送ってもらいました。みんなどうもありがとう。みんなは二部方小学校の近くを流れる大空川の周りを調べてくれましたよ。町の東側には桑畑が広がっています。この辺りは蚕を育てて絹糸を取る養蚕が盛んなそうなんです。調べたことを地図にしたおかげで、みんなは町のことがよく分かったそうです。すごいね、よかったね。さらにみんなは教室で蚕を育てることを思いつきました。綺麗な糸が取れるといいね。東京都の日野市立三沢台小学校のみんなは、学校の近くにあるもぐさ園という公園を調べてくれました。この公園にはシロツメクサやイモカタバミといったお花がいっぱい咲くそうです。またカナブン、カブトムシなど様々な虫もやってくるそうですよ。みんな本当にどうもありがとう。さあ、みんなもどんどん街に飛び出して街調べをしてみてください。そして全国の友達にみんなの街をドドーンと紹介してください。というわけで今日はこの辺で街飛び、街飛び、バイバイ。